がありますので、はい、あ、大丈夫です。今から読んでください、ね、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃあるな。あ、お願いします。はい、はい、ですね、はい、ちょっと持ち帰りとここで食べるやつとお願いしたいんですけど。大丈夫ですよ、まずここで食べるのが、唐揚げ定食。唐揚げ定食、はい、わかりました。それと持ち帰りで、はい、ホルモンうどんと、はい、ちょっとあの、はい、一つ玉と二つ玉があるんですけど、どっちがいいですか。なんですって一つ玉、麺がまあ増えるだけなと、ホルモンも。そうですか、うん、お好み焼きもと思ってるんで、ホルモンのはじゃあ一つ玉の方 で、 一つ玉で、ね、はい、でお好み焼きなんですけど、はい、何が一番人気ですかね。もう普通に出るの豚とか豚、うん、お好みのどこやるかな、スペシャルとかスペシャルいろいろ入ってますので、お得かなと思ったり。この特製と何が違うのか。こっちはね、はい、エビが入ったり、タコイカ、貝柱とかも入ったり、ちょっと豪華な感じなんです。ちょっとじゃあ今日はスペシャルの方で。はい、わかりました、はい、スペシャルのお好みが、これがお持ち帰り、はい、そうです、ホルモンうどんスペシャルのお持ち帰りね、わ、はい、かりました。お願いします。はい、じゃあしばらくお待ちください。はい、ありがとうございます。ぜひ試してみてください。もしかしたらお店の方が、待ってらっしゃるのかなと思いながら、私の父親の母親が、の家が、はい、神楽を回ってる。やっぱりそうなんですか。あの美声町というか、母親の方も神楽の衣装を作ったりとかっていうのをすごいですね、聞いたんで。大好きなんですよ、神楽が。あ、そうなんですか。入ってきて、あ、写真があると思ってですね、なんでだろうと思って。僕もあっちの総社宮の方で、昔は、神楽を翔太から見に行ったりする。あ、僕も、そんなに詳しい方じゃないですけど、神楽は好きですね。今ちょうど時期っていうか、ね、10月、11月がやっぱりね、待ってるとこ多いですから。なるほど、これはいいもの見せていただきました全然この飾ってる知らずに来たんですけど、よかったです。
出たね。野菜がてんこ盛り、すごい。
でした。お疲れ様です。はい、どうぞどうぞ。ごめんなさい、ぜひ飲んでね。ハマさんの日常っていうんですけど、ひらがなでハマさんの、ハマさんの、の日常です。はい。創業年数って大体今年で30年になるんですね。はい、ああ、視聴者の方がぜひ行ってみてください。あ、そうです、うん。おすすめなんで行ってみてくださいってことだったんで。あ、はい。美味しかったです。ありがとうございます。はい、2686円になります、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。お返しです。はい、非常に大満足でございました。またお願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございました。上品。はい、行ってきました。アウントクックさんですね。視聴者さんからですね、ぜひということでお勧めいただきまして、本日寄らせていただきました。お好み焼きを食べようかなとちょっと迷ったんですけどね、お好み焼き屋さんに定食があるということでね、今日は唐揚げ定食をいただいてまいりました。てんこ盛りの野菜がマウントでございましたね。非常に大満足の定食となりました。ぜひ皆さんも一度ね、行ってみてください。それじゃあみんな、またね。